俺たちのジャパンへようこそ。世界一の軍事大国といえばアメリカです。グリーンベレーをはじめとする特殊部隊のすごさを皆さんも耳にしたことがあるのではないでしょうか。しかし日本の自衛隊も負けてはいません。その実力が世界から高く評価されているにもかかわらず、なぜか日本ではあまり報道されないだけなんです。今回は自衛隊の逸話やその強さの秘密について解説していきます。自衛隊には世界各国の軍隊から戦いたくないと言われるほどの凄まじいエピソードがいくつもあります。まずは陸上自衛隊。以前アメリカで NATO の戦車射撃競技会があり、それには陸上自衛隊の90式戦車も参加したそうです。そして陸上自衛隊の90式戦車は全ターゲットのうち1つミスしたのみで2位以下に大差をつけ、見事優勝しました。しかし表彰式とレセプションの際、90式戦車のクルーは暗い顔。他国のクルーがどうかしたのかと尋ねると、そのクルーはあと一発当てられたはずなのにと悔し涙を流したそうです。優勝しただけでも十分なのに、それに満足しないのがすごいですよね。また航空自衛隊はアメリカ空軍とまともに戦える唯一の存在だと言われています。もちろんアメリカ空軍が世界最強なのは間違いありません。しかし機体性能ではアメリカが勝るものの、パイロットの腕前では航空自衛隊の方が上だと言われているのです。例えば戦闘機の F-15 と F-16、 運動性能では F-16 の方が圧倒的に有利なのですが、なぜか航空自衛隊の F-15J と米軍の F-16 が戦うと互角になってしまうそうです。状況次第ではむしろ F-15J の方が優勢になってしまうんだとか。当然ですがアメリカ軍としてはびっくりです。原因を調査した結果、航空自衛隊のパイロットの技量は戦闘機1世代分のハンデを帳消しにするものだと結論付けています。そして自衛隊の中でもアジア最強と名高いのが海上自衛隊です。海上自衛隊は当たり前のようにアメリカ海軍とたびたび合同演習を行っています。しかし合同演習では両軍のレベルに差がありすぎるとなかなかうまくいきません。アメリカ軍と対等に訓練できるのも日本の自衛隊のすごさを示しています。また海上自衛隊の潜水艦の静粛性は世界トップレベルです。アメリカ海軍との合同演習において海上自衛隊のディーゼル潜水艦はアメリカ空母打撃群の対潜護衛網を突破し、空母撃沈判定を何度も出しています。自衛隊の逸話は他にもまだまだありますが、紹介しきれないので割愛しますね。もし他にもご存知のエピソードがあれば、ぜひコメントで共有してください。それでは自衛隊はなぜ軍事大国と渡り合えるほどの練度を誇っているのでしょうか。その秘密は過酷な訓練にあります。例えば陸上自衛隊では幹部自衛官になるためには幹部候補生学校を卒業しなければなりません。この学校の訓練の中で最も過酷だと言われているのが 100km を歩き続ける総合訓練です。もちろん 100km を歩く際は手ぶらではありません。なんと 30kg の荷物を背負い3夜4日歩き続けます。
睡眠時間もごくわずかで、食事もレトルトの白米やハンバーグを冷たいまま食べるそうです。しかも100km を歩いて終わりではなく、ゴール地点では敵の拠点を占拠する最終訓練が待っています。実戦を想定しているとはいえ、過酷すぎではないかと思ってしまいますよね。また海上自衛隊の訓練の中で最も過酷だと言われているのは応急工作員の訓練です。応急工作員はいわば船の消防士。船の火災、浸水を防ぐ専門の隊員です。応急工作員を目指す新人隊員は約300度にもなる炎の中で行う防火訓練に耐えなければなりません。機械室を忠実に再現した部屋に実際に火を放ち、新人隊員は消火活動に当たります。防火服や防炎マスクを装着し、さらに約 20kg もの機材を背負うなど、肉体的な負担が大きいのは言うまでもありません。しかも防火服を着ていても体感温度は40度超え。効率よく消火活動を行わなければ自分自身の体も危なくなってしまうでしょう。しかも訓練中は密閉度の高い船内火災でよくある残り火の自然発火やホースの漏水などのトラブル対応も求められます。極限状態で迅速な対応が求められる非常に厳しい訓練です。自衛隊は日々私たちの想像を絶する訓練に勤しんでいます。それでもやはりこれらは所詮訓練だと考える人もいるのではないでしょうか。気になるのは、結局のところ自衛隊は強いのか、実戦で戦えるのかという点です。ある軍事専門家は自衛隊の強さについて次のように述べています。艦艇の総トン数にして、海上自衛隊は世界第5から7位の海軍。核戦機の機数でいうと、航空自衛隊は世界で20位ぐらいの空軍。兵員の総数からして、陸上自衛隊は世界で30位前後の陸軍というのが性的客観的な評価基準です。真の実力はその基準よりも上とも下とも言えるわけで、想定する戦いの場によって変わってきます。さらにロシアのウクライナ侵攻では、当初の予想を裏切り、ロシアは大苦戦。戦争が長引いているのは皆さんもよくご存知でしょう。このような想定外が起こる以上、一概にその強さを論じることはできません。それでも一つの目安になるのが、アメリカの軍事評価機関であるグローバル・ファイアパワーが毎年作成するランキングです。これは軍事力、財政、兵站、地理など50項目を超える要因を加味した軍事力指数を用いて、各国の軍事力を比較しています。2022年版の世界軍事力ランキングでは、日本の順位は5位。アメリカ、ロシア、中国という普遍のトップ3には及ばなかったものの、それでも5本指に入るのは強いと言ってもいいのではないでしょうか。実際海外メディアも自衛隊の実力を高く評価しています。例えば世界的なニュースチャンネル CNN のネット版には、日本の自衛隊は世界のどの軍隊とも対等に戦えるというタイトルの記事が掲載されました。その内容を簡単に紹介します。まず記事では、自衛隊はパイロットと艦艇どちらの面でも他国に劣らないと紹介。しかも他国と比較するとほんのわずかな予算で
日本が他国以上の軍事力を実現していることも素晴らしいと評価しています。また多くの専門家が海上自衛隊を世界の五強に挙げているそうです。ある専門家は、米国と日本は軍事的に世界で最も緊密な関係にあり、その緊密さは米英のそれをも上回ると評価しています。海上自衛隊が導入しているアメリカのイージスシステムなどが他国が日本の艦艇に対抗するのを難しくしているようです。そして記事によると、日本の自衛隊が戦前の軍事力を超えたのは憲法があるからこそなんだとか。攻撃のための兵器にお金をかける必要がなく、防衛力を上げることのみに予算をかけた結果、今の自衛隊があると述べています。少し恩着せがましい言い方にも聞こえますが、確かに一理ありそうです。そして記事では、現代日本の企業文化も自衛隊の強化につながっていると指摘しています。日本では団結することが普通ですが、アメリカを含めた他の国では個を際立たせるのが通常です。映画トップガンがいい例かもしれませんね。そのため記事は、戦闘機 F-35 が量産化され、日本がこれを集団で扱うようになれば本家のアメリカをしのぐことになっても驚かないと述べています。さらに軍事力ランキング3位の中国も日本の軍事力には脅威を感じているようです。ある中国メディアは、日本の軍事力に強く警戒するよう注意を促す記事を掲載しています。記事ではまず、陸上自衛隊と米陸軍による共同訓練オリエントシールド21が2021年6月から行われ、合わせて3000人が参加したことを紹介。この訓練で陸上自衛隊は情報化レベルが非常に高く、先進的な装備を備え、よく訓練されていることを示したと伝えています。そして海上自衛隊も対潜水艦を主な任務とした護衛艦隊を組織していることを紹介。優れたソナーや対潜兵器を備えており、400キロ先まで探知可能だと、その能力の高さを強調しています。しかも対潜ヘリコプターの配備により、南西諸島に強固な対潜防衛線を築いていると指摘。南西諸島周辺を狙う中国としては目が離せないです。記事では、特定の海域における特定の作戦においては、海上自衛隊は米国の第7艦隊よりも対処が難しい部隊となるとまで評価しています。そして日本はかつてアジア諸国に多くの災難をもたらしたが、日本が再び軍事的に台頭することでアジアの政局を不安定にするのではないかと強く警戒して記事を結びました。アジアに緊張感を与えているのはどう考えても中国なのですが、とにかく中国が日本の軍事力に脅威を感じているのは伝わってきますね。海外メディアからは、これほどまでに高く評価されているのに日本のメディアはそれほど自衛隊の凄さを取り上げません。中国並みに自画自賛するのはいかがなものかと思いますが、少し寂しいですよね。それはやはり自衛隊に対して否定的な見方をする国民が少なくないからだと考えられます。かつては自衛官の子供が学校で先生に親の職業を批判されたなどという話も伝えられました。現在はさすがにそうした風潮はなくなってきたとはいえ、やはり自衛隊イコール戦争と
連想される方や警戒感を抱く方はいます。時には自衛隊が制服で街中を歩いているだけで抗議の声を上げる方もいるようです。しかし有事の際、私たちは自衛隊に頼らざるを得ません。最後に東日本大震災のエピソードを紹介しましょう。2011年3月11日、三陸沖を震源とする大地震が日本を襲いました。死者約1万6000人、負傷者約6000人に及ぶ未曾有の事態です。しかし、多くの死者を出した一方で、約1万9000人が救助され命を長らえました。その7割を救助したのが他でもない自衛隊です。生存確率が高いと言われる災害発生から72時間の間に3万人を一斉に動員したことが大きく寄与しました。この動員を指示したのが三箱義文幕僚長です。自衛隊の災害派遣は原則、都道府県知事からの要請を受けて出動します。ただし、緊急時には自主的に防衛大臣から統幕長に災害出動命令を発することも可能です。しかし、木箱氏はそれさえ待たず、辞任覚悟の独断で部隊を出動させました。早急な対応が功を奏したとはいえ、余震の可能性も高い中、救助活動に赴いた自衛隊の方々の恐怖は計り知れません。私たちは自衛隊に感謝こそすべきですが、違反や抗議なんてとんでもない。私はそう考えているのですが、皆さんはどう思いますか？ぜひコメントで皆さんの考えをお聞かせください。日本の海上自衛隊は世界最強の一角だろう。だけど攻撃できるのは反撃の時だけだからね。第二次世界大戦後、日本を徹底的に非武装化したのに、今になって軍事的に活発になれというのは都合が良すぎると思う。とはいえ、60年も経てば状況は変わる。日本には世界で起こっている問題にもっと積極的に関わってほしい。日本の恐ろしいまでの強さはアメリカが一番知っているだろうね。だけどもう日本とアメリカは敵同士ではない。自衛隊が味方で心強いよ。眠れる巨人が目を覚ましたわけだね。拡張主義を取る国を牽制するためにも、アメリカが日本を後押しすることを強く願っているよ。強い日本は俺たちとしても望ましいことだ。自衛隊の訓練の過酷さをうかがえるのが、陸上自衛隊最大の実弾演習、富士総合火力演習です。2021年5月に一般公開されたこの演習では、悪天候の影響か衝撃波が広がる様子を確認でき話題になりました。衝撃波が確認されたのは地雷原処理車 MBRS の演習動画です。発射されたロケットが地面に向かって落ち、爆発音がした直後、地雷が埋まっていると見られる2箇所から白い衝撃波のようなものが円状に大きく広がりました。この爆発は地雷処理のために人為的に引き起こしたものですが、改めて地雷の危険性を感じられます。演習の様子は陸上自衛隊の広報チャンネルで確認できるので、ぜひ一度ご覧ください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。